お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、こちらに映っている、まあ、ちょっと大きめのね、なんていうのかな、カップ、まあ、わからないですけれども、こちらの中でね、まあ、ちょっと意図的にあえて狭すぎず、めちゃくちゃ広すぎず、まあ、どちらかといったらね、狭い空間にはなるんですけれども、とある生き物をですね、オスとメス出会いやすいように入れてました。で、何を入れてたかというと、もうね、かすかに見えてるんですけど、こちらに入ってるのがですね、わかるかな、はい、以前ね、トンブリでお迎えしたバンゾリーニヤドクガエルです。このね、ブラックな体表に黄色いなんかポテポテしたスポット模様が入っていて、手足はね、なんかブルーの網目模様みたいなのが入っていて、非常に可愛いね、超小型のヤドクガエルなんですけれども、僕の指と比較してもらったら大きさがこんな感じですね。めちゃくちゃ小さいです。ちょっと見えづらいんですけど、一匹はここにいたんですけど、もう一匹こちらにね、隠れてますね。多分こっちがオスで、ここにいるのがメスですね。で、なんでこんな普通の飼育環境、大きめのね、グラステラリウムであったりだとか、ヤドクガエル飼育する用のケージに早々移さなかったのかというと、まあ、今ね、こんな感じで苔と浅い水鳩っていう、こんな飼育環境でストックしてたんですけど、実はですね、この子たちをお迎えしてきたその当日にですね、卵を産んでまして、ちょうどこの日がね、オスメスのペアだったんですよね。卵をね、産んでるということもあって、で、このメスの子、まだ見てもらったらわかると思うんですけど、結構まだお腹がね、大きくてですね、このままオスとメスをね、出会いやすい環境下に入れて飼育していたら、またすぐ卵を産んで有精卵が取れるのではないかという話をね、ヤドクガエルをね、結構飼育されている詳しい方にですね、聞いたので、一時的にですね、ちょっとこういった感じの飼育環境下でストックしてたんですよ。そしたらですね、なんと、わかりますか？どこかに卵があります。もう卵発見してからもう3日か4日ぐらい経ってるんですけど、どこにあるかというと、こちら、わかるかな、もうおたまじゃくしのね、形になってきてるんですよ。いや、ほんとね、作戦通りと言ってもいいのか、たまたまなのか、まあ、もうすでに出来上がってるオスとメスをね、たまたまうまく引き当てて、で、狭い環境にね、入れてただけなんで、まあ、作戦もクソもないんですけれども、ちゃんとね、有精卵何個かな？反対側からちょっと見てみましょうか。はい、こちらですね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、有精卵が1、2、3、4。これ生きてんのかな？これ。ちょっとこれが生きてるのかわからないですけど、5ありますね。1、2、3、4、5。この卵がちゃんと生きてたら、5個。ということで、少なくともこの上の3つは発生して、ちょっとオタマジャクシっぽいような形になってきてるので、このまま放置してたらね、ちゃんとオタマジャクシになってくれるとは思うんですけれども。問題はこっからですよ。この卵ですね、この卵。どうしましょう？なんかいろんな意見がありまして、もう卵のうちから、うまいことをすくい取って、シャーレとかでね、しっかり保管して、オタマジャクシになったらそのまま育てるっていう方もいればですね、まあ、オタマジャクシになるまでこのまま放置で待って、で、このヤドクガエルたちがね、背中に乗っけるのかな？オタマジャクシを乗っけて移動させてるときに、そのオタマジャクシを、背中に乗っけてるオタマジャクシをかっさらっていくという、ちょっとね、なかなか、もう子供の強奪ですよね。そんな感じで、オタマジャクシの回収タイミングを見計らうのか、ちょっとね、どうしたらいいのかわからないんですよね。まあ、いろいろ書いてるんですけど、なんか僕正直、書籍に書いている情報とかネット上の情報って、もう参考程度であまり信用しないタイプの人間なので、実際にがっつり飼育されてて、もう経験値抜群にあるベテランのね、現場の意見っていうのをやっぱり知りたいなと、すごい思います。
思いましたので、まあ、動画で皆さんにね紹介するついでに、もしそういった詳しい方がですねこの動画見ていましたら、何かとねいろいろアドバイスをいただけると非常に嬉しいです。いやにしてもこのねバンゾリーにヤドクガエル非常に可愛いですね。もう超タイプです僕。この可愛い明るい黄色のカラーと模様、動きもね、あのうちで飼育しているファンタスティカよりもねちょっとこう臆病じゃないというか、結構こう陽キャ、人をねあまり怖がらない性格な気がしまして、結構ね堂々としてるんですよね。まあ一方ファンタスティカヤドクガエルはね結構ビビリで、よく僕が出たりカメラ向けたりするとちょっとすぐ逃げちゃうんですけど、なかなかねいい種類のヤドクガエルだなと感じてます。ちょっとばかしオスにも出てきてもらいました。こちらがオスですね。でこちらがメスと、まあ、ちょっとメスの方がお腹周りぽっちゃりしてるかなって感じですね。お腹周りぽっちゃりで、オスが最近ちょっとおとなしい。どうしたんだろう。もう卵を産んでもらって自分で種まいたのが分かってるから少しおとなしくなったのかな。まあうるさかったですからねこの子ね、鳴き声が。メスの子は相変わらず、いやいいからしてんな。まあぼちぼちね、まあ卵も一つ目と言いますか、一回目ちゃんと有精卵取れたので、まあこの卵をね、無事僕がしっかりオタマジャクシにして、そしてカエルにできるのかはちょっと僕の力次第ですけれども、まあ一旦こう卵が取れたということもあるので、このね飼育環境じゃなくて、ちゃんとした飼育ケージにね、ぼちぼちレイアウトを作って、ちゃんとした環境に戻してあげたい、移してあげたいなと思ってます。ということで本日はですね、先日トンブリでお迎えしたバンゾリーニヤドクガエルのペアがですね、なんとちゃんと有精卵を産んでくれていましたという報告動画でした。今後もね、ヤドクガエル僕自身めちゃくちゃ好きなので、まだまだ飼育技術、まあ経験値未熟ですが、こんな形でいろいろと皆さんに情報を発信していきたいなと思ってますので、気になる方はですね、チャンネル登録して、楽しみに待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。